はい、どうもこんにちは、ヒカルです。ついに今回はね、レベル上げを完了し、ようやく、究極体への進化を遂げるデジモンがいます。やったー。その名もメタルグレーモン青来ました。ブラックウォーグレーモンですね。これウォーグレーモン一応なんか友情があればできるみたいなんですけど、まあでもブラックなるやろ。まあブラックになります。まあ、こいつはブラックになるためのあれやかな。一応来ました。ブラックからやから系統が。ででいきます。召喚降臨ブラックウォーグレーモン。かっこいいな。おたけびあげたぞ。この次は見れるやろこいつだって。まあ見れるってことだろ。もうこの素早さ15分あ当たっちゃう。回の65。アングのガイアフォース。うわ。めっちゃ強いんやって、威力100で。30% の確率で。敵全体で、これしかも。攻撃力が 15% 上昇。いや、強いで、これ普通に。強いな。だから、ガイオモン。全員ってことだ。ガイオモン出したら 35% で、全員やで。ガイオモンで 35% やん。やばい。これもやばいな、なんか2倍の防御力貫通攻撃。やばいやな、これ。HP 40使うからな、これ。タス持っといてんのがやばいな。直能力は、まあ、攻撃、防御、素早さが、まあ、高い。知力はめっちゃ低いけど。強そうですね。ね、ブラックウォーグレーモンやばい。進化できるんか、これやっぱ。まあ、刺激るんちゃう。それ気になるとこやったな。まあ、オメガモンあるからな。ででん。うわ。うわ、こいつ。え友情が 100%。ああ、むずそれはいけるで、全然。偉大なる挑戦7クリアしなあかんねん。なんなんやろ、偉大なる挑戦。能力的には多分いけそうな気がするけどな。だその偉大なる挑戦7をクリアすれば、オメガモンや。やばいな。もうやばいやろ、オメガモンの。オメガモンはちょっとエグいですね、俺。うわ、かっこいいな、オメガモン。これ絶対する。まあ、ワーガルもおるからな、ここに。絶対します。でも何型にする？防御型やめるやろ。攻撃型するやろ。攻撃型でんじゃん。攻撃素早さと思うけどな、どっちかい。どうする？あーどうしような。素早さも大事だもんな。まあでも攻撃 15% 上がるってやから、攻撃の方がいいんじゃない？あー攻撃にするか、じゃあ。ブラック。こいつなんなの？ちなみに。あ、こいつ攻撃型ない。こいつは？防御じゃん。防御、そいつ防御で、だって防御上げなあかんもん。まあな。こいつでもあれかもな、もう。デジファーム預けてやった方が早いかもな。ああ、特訓で。うん、まあ、いっかレベル上げながら。いや、もうエンチェントレでそれでした方が。そっちの方が早いとしたら。どっちか分かんない、どっちの方が早いか。やってみたいね、特訓。進化。何もいるんやと。135いるんだよ、これ。135必要で。あと、16か。まあ、16レベルぐらいやったら。わかる。まあ一応、でも戦力にこいつ強いから、置いた方がいいんじゃない一応。でもあれってブラックウォーグレーも入るからもういらんじゃない。いや、あんなんだけで勝てへんかもしれん。ほんまに。一匹だけ入っても一緒やで、そんなの。だってガイオモンとこれしかおれへんかったら結構きついやろ。まあ、きついな。さすがにワーガレルも一匹ぐらい欲しいから。いや、まあそれぐらいで。機械の男のワーガレルも。全員しかも俺は種族が一緒やってんのが痛いんやって。まあ痛すぎるわな、それは。うん。そこは多分な、響いてくると思うんな、かなり。わざわざだからデストロイキャノンいらんの、絶対。まあこれ攻撃でいいんじゃない？あ、そうか、SP アタッチ。ああ。持っとかな、これ多分。ええ、じゃあ。あれやんな。わざできひんよな、こいつ。B。もうどっちも、使うか。うん。どっちも SP でいいと思う。攻撃はいるやろ。で、デストロイ。ガードチャージなんかいらんやろ。これいいな。で、メテオフォール。いらんな。いらんな。ああ、いらんな。アースクエイク。全、いらんな。微妙や。クリティカルチャージ。いや、なんか微妙なのかもしれない。こいつ技持ってないの、ね、技が、だ全然進化してこへんかったから、あれや、うん。技がないんや。おー、微妙な。見てほらいらん。これの方がまだ上技だったら。もうこれでいく？ボルケナパンも一応いらんねんけどな。MP 節約のためにいるみたいな。まあこっちの強い。レベルアップする人ええか。いらん。うん、こいつでもほんま技微妙やな。まあしゃあないやろもう。才能は？あ、結構あるやん。まあ、今はでも使えるんか。うん、使っとくか。まあ、こういうの 15% 20% アップで、ここで 35% アップっていう状態な。あと、こいつもレベル4上がったら進化できるから。ああ。こいつを変えれるからな。パーティーメモリーは、8ぐらいって使えるんか。7か。デジファーム。よっしゃ、じゃあ。次。行くか、一応もう。行けるかな。報告しに行くやな。このまでいけること祈るわ。ただな、種族がちょっとな、少なすぎるわ。まあ少ないな。うん。せめてもうちょっとフリーでもいいか、強いやつ、二人ぐらいおったらな。まあフリーかデータかワクチンも、やっぱ欲しいな。うん、いるな。やっぱワクチンじっちゃん。データか、データがいるんか。ワク、その、ウイルスに強いやつに強いやつが欲しいな。億万長者の USB。
これちょっと装備させておきたいな、プラチナのメモに。プラチナスカモン。そう、そいつに装置。こいつ、今度ええからさ。あ、はあ、こんなんええやん。まあ、そっち系に、あ、それんじゃん。あ、こんなんええな。こいつサポーターやからこんなん作った。でもこれが、ああ、それんじゃん。こいつにとってええやろ。うん。あ、これええな、こいつ。こいつ2個一応装備できないな。うん。でかいな。プラチナスカモン。あ、外せなかったわ、結局。なんも。もうこれクリアしようってことかな、やっぱり。まあ、そういうことやろな。ピコデビモンが、俺のピコデビ見つからないんだよ。虚無のシンボル。何やこれ、虚無のシンボル。パン拡張ドライブ。バンク拡張ドライブ。飛行デビューのものを探せと。どこ行くんや？見とこ。これ見れるっていうのは、てか、どこかの街にいるピコデビューを探そう。あー、そっち系か。まあ、街っていうことやから、まあ、ことやな。秋葉原とかでいいんじゃない？いきなり？うん、新宿とかおらなそうやろ。秋葉原なんかな。うん、バハラおるんじゃ？俺はもう新宿やと思っとくやな。新宿好きやな。新宿やと思うんだよ、俺は。新宿で行ったあの、梅酒うまかったな。あ、おる。あ、おる。これストーリーやぞ、多分。あれ？あ、でもストーリーは後でええか。うん。てか、これ買っとこうなんか。金がないんやって。だから億万長者になってて、ほんま金欲しいわ。ああ。もっといるやろ。ええよ、やっぱ高い。高いな。完全回復でかいもんな。高いな。実行。保持しとこ、一応。おー。おー。解除して。HP100？ 回復すると。リバイブ。スケープゲート。あ、もう一応 B まで言っとんやもん。すげえな。うん。あ、ここは C だ。よし、行くか。確かになんかおかしいな思ってたんだよ。イベントはもう関係ないか、なかったよな、依頼は。あんな近くにおるとはな。ここデビ。じゃあ、バハラで。じゃあ次はもう一発当たるか。焼き暴れてあんま行けへんイメージあるから。もうそろそろかなっていう。ん？ん？なんか暗いぞ。オーガモン。オーガモンか。警察めっちゃおるやん。ポリスマン。トップ？見とくか一応なんか、撃ったかもしれない。いらっしゃいませ。ここ何だっけな？お？え？え？全体？やばいな。うわ、ええな、これ。三つ持ってん。リカバリー計画を。ああ。全体のドジャード解除して。これええな。やばいな、それ。2個ぐらいも。あ、もったいない。ええわ。え？おお！え、これめっちゃええやんけ、これ。持っとんじゃない、そんなん、俺ら。ほら。13個持ってん。たぶん開発ゲットしまくってん、俺たぶん。あー。これ使ってた方がええな、こんなん。うん。攻撃ボス戦やろ。うん。いらんやん、もうその辺。これめっちゃ大事やん。ボス戦。めっちゃええやん、あれ。20% でかいある、5ターン。1デビオン。いや、ピコデビオンか。あ、おった！おった、え？ビンゴ。やったー。乱れ。ピコデビオン。ご主人、これバンでもやろ、ご主人。うん。雑魚やろ、雑魚がふざけんなよ。まあ、ブラックゴーレンまだレベル低くから何とも言えへんけど、まあ、概要も低いけどな。なかなかやるやんけ、お前。え？でも攻撃力35バップってめっちゃ強いんじゃん。強っ、こいつ結構。うっ。はぁ、ブラックゴーレン。あ、強い。強いな。何したさっき。知らん。HP なかったんやけど、もう一気に。え？え？最強だよ、さ。あ、40の使ったやん。強いな。強いけど、使いにくいな。HP すぐなくなってまへん、あいつ。オートでやったら、確定あれ使うからな。だって。あー。そう考えたら、こいつ、オートバトル全く向いてないな。もう待って、SP ないもんな。きついな。うん、きついな、非常に。40使うもんな。うん。もうないからな、見て。あれも違ったのに、さっきなんて90やで。あれやばいな。きついな。やんだけ SP 使ったら。さすがに。しかも、レベル低いっていうのはあるわな。なんだ、毒めっちゃ強いやん。え？何これ何？結構やこいな。何これ負けてまいやんけ、全部。ほんともったいないわ、2500にするから。状態異常。眠りちゃん。毒も結構強いんやな。どうする倒せって、もう。これ使ったりやん。弱い。え、梅雨毒。これだ。こいつ、なかなかやるやんけよ。早いよ、結構。うん、早い。くぅ。くぅ。くぅ。弱い。だから、魔法攻撃やろ。うん。
魔法攻撃はあかんよ。まだ強いぞ。デストロキャン外した方がやろ。え、なにこれ、どんどん上がっていくのダメージが。猛毒なんじゃん。かもな。こいつは使えるか、ワーガル次出すか。ブラックウェブまだちょっとあれやったな。やばい。弱すぎる。え？あ、もう倒せるんじゃん、これで。こいつ無理やわ。多分。どうせ次からワーガル使った方がいいんじゃない？そうやな。一旦。あいつちょっときついやろ、HP ないから。で。セントラーク！何？死ぬパターン。いや、めっちゃ強いわ、あれ。もう勝ったやろ。いや、経験値欲しくない。リバイブしようかな、思って。めっちゃ持ったリバイブ多分。危ねえ。これじゃ死ぬな。うな。センギャリアーセンギャリアー結構強かったな。いや、強いわ。何もくれるん。予想がならブラックオーグレムで一発で600くらい、めっちゃ強かったやろ、あれ。威力だけで言ったら。SP 上がらねえ、こいつ。それでも、魔法攻撃外した方がいい、ほんま。もったいない、魔法攻撃してだったら。ブラックオーグレムの強いけど、ちょっとあれやな。SP やったら全然足りない。戦ではすごいやな。40ってちょっとあれやな。お早いな。終わり？終わり？まあ、これ結構むず、あ、もう探すのは見つけるまでが難しいな。分かったことは、ブラックオーグレーも非常に使いづらいということやな、今の現状で言ったら。え、これ物理やで。え？これはめっちゃ強かったけど、ほんまに。やばいな、これは。うん、強すぎて。ただまあ、撃てへんから何回も。それがちょっとしんどいってとこやな。しかも SP がこいつ上がりにくいから。だからボス戦の時にほんま SP 補給役が誰かおったら使い勝手はいいかもな。確かにな。威力だけじゃめっちゃ強いからな、だって。強すぎたな、あれは。だから通常ザコ戦の時は全く使う方がいいな。意味ないな、うん。もったいないな。あの威力を使う意味ない。でもレベルアップするからいいけどな。うん。40はちょっと使いすぎやな。単体に40ったら。40はきついな。やめて SP どんだけ高くても無理やろ。40使えば。40使えば。負けとったら。だって昨夜まで SP で200何倍やったからな。うん。5発使って終わりない。無理やろ。これも簡単やった。次もじゃああのイベント行くか。あと何分？ 7 分か。一回デジラボ戻るわ。毎週戻る。ファームも終わったからもなと。ああ。ファーム結構大事やもんな、あれ。てか、軍師の USB ほんま早くゲットしてほしい。俺も取っておきはもう今座っとうからな、俺の。お前さん。らしいな。なんか、勝負みたいやけど。こっそりさせてもらってます。ああ、ね、やろ。取っておきが。うわ。微妙やな。あとちょっと終わる。あと2分かよ。くそ微妙やんけ、2分で。頼む。軍師欲しい、軍師。あと2分で歩く。特訓？特訓完了するかもしれん、俺の。特訓で言うてそんな上がらへんやろ、お前。一気には。通り進みます。通りが。まあ、間違いなくようやく進むと。てか、なんでこれオメガンか戻っとんねん、こいつら。知らん。今思ったら。それ言うんちゃう、今から。え？ああ、依頼か。ガタショウメガンになったんじゃなかった？うん、なったよ。やばいな、こいつら。うん。いつでも合体できるんや。強えな、あいつら。よしよし。オメガもほんま最強やからな。最強デジモンの一人やな。うん。ロイヤルナイツ。あ、2分経った。経ったんかな、ほんまに。ゴー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 経ってんと思うけどな。ゴー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 。まあ別になんか実験しとったらいいんじゃない？デジラボで。お。これ治療しようか、そういえば。ゲージ減ったからな。この辺、なんかおるんじゃない？進化できるやつ。あ、いけるやん。マメモンやろ。どこ俺もじゃあ。マメモン！スターモンが！マメモンやし！進化ー！マメモン！
あ、メモ。だあ、弱そうやな、こいつ。オグラプレイヤーもん。あ、オッケー。誰や。あー、ゴルヌメやな。ゴルヌメやな。ゴルヌメに行っとこう。ゴルヌメ、お、オッケー。パンジャー、あ、いいやん。かっこいいやん。あー、レアモンのあれか。うん。シルバー、プラチナバージョン。誰しがさ、パンジャーモンって。あー、もう乗ってんし、もう。うまい。さて。とっておきを見せてあげましょう。はい、来ました。特訓終わり。なんと、私、トコモン。ん？育てておりました。うわー、来たー。特訓？知力やばすぎやろ。知力がバケモンになったとこも。え？敵はないぜ。147。こいつにインテリ人参をあげます。知力アップ。え？食った。イエーイ !100 上がったー。100以上って上がるのこれ。多分上がらないやろ。ひたしこんで100で終わったってことは。だから多分このプラスは100、どれかに100触れるってことなんじゃない？やばいな。合計で。だから多分俺は知力に100食ったから、これで、まだ見ぬよくわからん成長期。6アップした。もう上がらへんのこと。おそらく。もう上がらへんだって。なんぴったし6じゃない、インテリ人間絶対。うん。多分10ぐらい上がるんじゃない、本来は。だから6で止まってることは、そこで。どうするの次。ちなみに僕が目指してるのはですね、この、当時昨夜もんだった彼は、今、トコモンになって、修行を受けてました。まあ、修行も終わってね。え？これ !NG やん。いや、レベル上がって終わりやん。ああ。SP、このまま知力130も届かなかったところを、もう、軽く上回ります。知力100。やばい。こいつ。やばいな。だから SP80 やから23レベル。上がれば、終わりますね。もうすぐ上がるわな。いや、47レベルはね、結構近いからな。今からそれを上げるんけ。これが僕の切り札です。やばいな。切り札勝負です。切り札勝負。勝負しますか？やばいな、あいつ絶対強い。あんなむずいわけや。それは強いやろ、どうせんの。だってあれもう、めっちゃ難しいわけやからな。うん、特訓さえすれば簡単なんやけどな。特訓ってやばいね、でも。うん、特訓だからしたら強なるでめっちゃ。だから、ブラックオーグレモン攻撃特訓したら100上がったら、もう強くなるからそれだけで。した方がいいんじゃん。だから、30分くらいで終わるから特訓って。ああ。だから放置した方がいい。放置しといたら。だからなんかもう。ああ、そういうことな。他のことやっとはあれ。そうやったら何放置してやっとくんがいいんじゃない。さて。やばすぎるやろ、特訓。あそこ開いたけどな。どうしようかな。お。今誰も特訓するやつおらん。じゃあ俺のやつが合流したら特訓するか誰か。うん。交代制で。まあ、メタルガルレモン進化させるために、ブラック、あいつしたらもええけどな、防御上げて。もったいないな、防御上げたら。防御上げるのもったいないな。攻撃やら素早さか。俺スピード振っときたいもん、ガルレモン。ああ。スピードでアイテム役要員としても役立つやん。サポート要員みたいな。はい、というわけでとりあえず今回は、20分来たんかな、もう。もう来ました。まあ来たんで、終わって。次、次、まあまあ、トコモンをレベル上げさえすれば。まあこいつもちょうどレベルアップしたかったんでね、あと4レベル。ああ。でもそれ上げてたら多分こいつも上がると思うんで、それが終えれば、ついに、進化の時が、やってまいりますね。まあまあ、プラチナヌメモンと、このよくわからへんやつ、ね、うん、進化してみたいと思います。はい、というわけで、とりあえず今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。